はいどうも、翔平 TV です。本日はツイッターで話題の野球女子を紹介します。亀谷鳴海選手、100日で120キロを投げたい女の子です。一体どんな球を投げるんでしょうか。亀谷選手に120キロを目指した理由など聞いていきます。それではご覧ください、どうぞ。さあ、女子硬式野球チーム侍さんに潜入中です。まずはアップで投球前に切り出すを使っております。さあ、切り出すを投げた後は硬式ボールにチェンジ。硬球でまずはね、基礎練習から始めていっています。しばらく基礎を意識したフォームで投げてから、ある程度投げたら大きく振りかぶって投げておりました。ナイスボール。相手ピッチャーのですね、千葉さんもすごくいい球投げておりました。ナイスボールです。いや、本当にフォーム綺麗ですね。教えてほしいぐらいです。素晴らしい。では亀谷選手にお話を聞いていきます。というわけで、本日はこちらのチームに来るきっかけとなった選手をご紹介します。亀谷選手です。よろしくお願いします。亀谷選手は侍でピッチャーをやってると、はい、ツイッターをこういう人がいるんだけどって話をされて、ちょっと連絡させてもらったんですけど、100日で120キロ投げる、投げたい。ツイッター名でたくさん練習とか出る姿を出してました。それを本当ですか？誰も知らない。本当ですか？今ちなみに何キロなんですか、マックスは？105です。105。120キロ投げたいと思った時は何キロだったんですか？はもうでも102とかです。102とか、全然だから。でも3キロはまあ上がってる。3キロですよね。3キロ上がった。でも3キロ上がった理由っていうか、なんか自分で分かりますか？どうやって3キロ上がったって。フォーム改造をまず。おお。この冬でフォームを変えようと思って、いろんな人に聞いたり、前田健さんの。おお。前田健さん。前田健さん。本も読んでるんですけど、前田健さんの。はいはいはい。のセミナーを1回。受けた。受けてというか見て見たり本読んだり。結構研究熱心ですよね。研究好きみたいです。好きみたいですね。好きみたいですね。今実際社会人で働きながらですか。はい、仕事以外でこういう研究みたいな、研究っていうか自分で調べてどうやったら球が速くなるかっていうのをやってると。そう、冬って結構なあなあにやるともったいないから、うん、記録でなんかちょっと挑戦してみようかなと思って、たまたま100日でなんか150投げる男がいて、そういや、これいいなと思って、ああ、もう半分来たんで、あっという間。そうですよね。しなりとか投げる時のこの胸をこう開く力とか、あと足のこの何ですか、まあ、下半身ですよね。下半身でこう蹴ってここでがっつり止めるとか、まあ、あとは練習法っていうか、まあ、なんかあのバックホームってあるじゃないですか、外野からホームに投げる、はい、あれをピッチャーからキャッチャーの距離でこうやるっていうのも、体を全体的に使うっていう、まあ、ピッチングもまあ全体使うじゃないですか、全身を。同じなんで、それもやるのもありかなっていう。結構人によって、うん、球速くなるにはって聞いた時に全然違う答えが返ってくるんで、うん、もうね、いろんな方法があるんですよ。合う合わないとかあるんでね。まあ、自分がやってた練習法っていうのは、まず、はい、この距離だったら助走をつけて投げます、低く、はいはい、で、まあ、塁間ぐらいだったら頭の高さとかでこう投げれるように、まあ、無理だったらもうちょっと近づいてとか、空いてるじゃないですか、その後ろのあのネットまで到達させるってぐらいの強さで投げるイメージ。もうちょっと低くいけませんでした。
全然いけます、全然いけますよ。ワンバンでもいいんですよ。ほんと低く投げると球ってほら失速するじゃないですか、すぐ。それが思いっきり投げるとどんどんこうだんだん失速のタイミングが遅くなってくるんで、絶対、はい、思いっきり投げることが大事ですね。はい、思いっきり体を使う選手ですから。素人目線だと思いっきり投げた分だけ球って速くなっていくんで、絶対体をしっかりガッと使って、はい、はい、でもあと半分切ってますもんね、100日、はい、50日ぐらいですか、あと全然ないですよね、はい、もうそろそろもう仕上げにかかったわけじゃないですか、せめて110ぐらい、110は行きたい、うん、そう、この距離で助走つけてベルト付近とか行けないですか、行きます、これいいっすね、おお、ちなみに試合で、はい、コントロールとかって自分で自信ある方、それとも自分は高めに浮いてしまう傾向にあるとか抜けちゃう傾向にあるとか自分で分かってますか？まっすぐは抜けたりとかする、抜けたり、まっすぐ抜けるっていうのは今やってる練習すごい効果的なんで、はい、やった方がいいです、がっつりと。このふわっていうボールはピッチャーは基本的に投げない方がいいです、はい、試合で浮いちゃう、もうとにかく低めに投げるにはどうしたらいいですか？低めに投げるにはこのシュッとしてって、うん、低めに抑えて、抑えるのはリリースポイントをもうの感覚をもうちょっと前かなってこうちょっとずつ調整してって覚えていくしかないですね、感覚で。お、いいんじゃないですか、ちょっと調整できた、いいと思います。あとは微調整です。はいはいはい、以上、今回は亀谷選手にお話を聞いてきました。120キロ出るように頑張ってください、応援しております。現在プレゼント企画も発動中、チャンネル登録コメントよろしく。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK、 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです、はい、デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ、そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ、そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
Glorious light, 中途半端逃げ道を